前島は、岡山県瀬戸内市牛窓町のすぐ沖合に位置し、東西に細長い面積、約2 4 2キロ平方メートルの離島である。緑島とも呼ばれ、美しい松林などの自然林が残り、島全体が国立公園に指定されている。前島は、人口183人外周約8キロメートルの島で、牛木伝説を残す。古名を、ゴミ輪島という、 岡山の牛木伝説のゴミ林機に由来している。気候的には、瀬戸内海気候で温暖で雨が少なく、年間降水量1220ミ、mm、リメートル、年平均気温摂十15.7度。尾根部は比較的緩やかだが海岸部は休憩者が多く、砂浜は少ない。東部に136.5メートルのピークがあり、地質は河口岩が島の基盤で、西部は河口岩である。 低地には、沖積層が分布し山頂から西の海岸付近まで砂岩、液岩が多く分布する。土地の利用形態は島の東西で大きく異なる。東部は山林が多く、西部は傾斜の緩い場所を中心に工作地となり、陶器はキャベツ、白菜、牡蠣にはカボチャなどが多く栽培されている。民家は西部を中心に集中し、フェリーの発着する港は生誕にある。 西部は耕作地が多いため森林は断片的に残されているに過ぎず、植生は小なら、クスノキ林などが中心。海岸付近の休憩者地では、ウバメガシ林が多くなる。東部では赤松林が大部分を占め、谷筋には小なら林も見られる。主な産業は観光、漁業で民宿、ペンションなどが多い。島内には商店は一軒もなく、 数台の自動販売機があるのみ。農業も盛んで、カボチャ、スイカ、メロン、キャベツなどが栽培されている。牛窓研修センターカリオンハウス海水浴など夏のレジャーのほかシーカヤックや釣りなど、マリンレジャーや遊歩道やサイクリングコースが整備され、アウトドアスポットになっている。前島にある雨物の森が島の宝百景に選ばれている。島内には、 呂岩が点在している。徳川秀忠、家光の時代における大阪城の再建の際、前島石垣に使用するソリューカ港岩の採石場であった。採石は島内の4カ所で行われ、割石の形跡が見られる大阪城追記山石群などの一式リバートが現在も残っている。島の東端には自然の中で行う体験活動やコミュニケーション、活動、 会議や研修、勉強会などが行える、牛窓研修センター、カリオンハウスがある。牛窓の本土との間の海峡は、東古との瀬戸と呼ばれる。カラコ瀬戸、牛窓峡、牛窓瀬戸とも呼ばれる。風光明媚な名称地として、古書、鹿に登場している。東古とという名称はその海峡で三韓国の王子東古とが討ち死にしたことに由来する。 島の中央南に位置する海水浴場とキャンプ場。営業期間はゴールデンウィークと7から8月。1928年11月上等。奥南88箇所55番札所。友勝庵とも称される。境内には牛神様と古いお地蔵様2体の石像がある。岡山市西片岡にある札所の銅版。1841年に、 京都の吉田神社を勘定。境内抹茶に稲荷社と犬神大名人がある。展望台石切場付近に設けられた展望台は夕日の名所とされ、日本の夕日百選にもなっている。大鯨供養党明治16年6月に、岩シの大群を追って、牛窓の沖裏に現れた鯨を、十数隻の船による二日一晩かけ盛りで弱らせ、網で捕獲した。鯨は解体して、 上肉中肉を中外人に売り、果肉の腹部と内臓から油を取り、カスを肥料にし、骨を御堂の浜に葬った。小森神社知人を祀る。前島島内岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓。前島フェリー。左の緑色の船は第七からこと。右の青い船は前島丸。前島フェリーは、客室はバリアフリーとなっており、 高齢者や車椅子でも乗船できる。フェリーは朝6時頃から夜10時まで1時間に約2本が運行されている。ありがとうございます。